イカヤンやるんだったら、これね。ああ、いらっしゃい。翼、あ。じゃあ、行くよ。じゃあ、これでいくか。はい、どうぞ。ああ、ちょっと、音準備しとこう。早っ。怖くなったら曲聴くから。早すぎ。そういえば、今日はひな祭りですけど、晩飯とかは、なんかあるんですか？わからん。兄弟にさ、なんか女がいないっていうところもやるの？ああ。俺兄弟に女がいるからまあやってるんだけど。じゃあやってないの？うん。ちょっとやばい。ちょっとやばい。タブでスキップでいいよ。タブでスキップできる。そう、タブで全部スキップしていいよ。知らん。俺もスキップした。俺もスキップした。ああ、はい。こんにちは。さっきと同じ難易度？うん。ならいいや、とっとと出してしよう、マジで。はい、どうも。いや、マジで、もう、モッツァレラだから、頼みの綱は。このゲーム、俺ゲー。そう。とりあえずもう、漁るしかない、今は。最初はもう、漁りまくれ。なんもない、なんもない、なんもない。なんもない。ないっすね。ないね。こっち側も開けとくか。よし。あ、電気つけて。相手の位置わかる？オッケーオッケー。あ、音楽室だ、近く。これね、音楽聴くとね、産地下がるんだよね。消費度下がる。そう。そうだよね。いいよ、ここ開けよう。このキャラクターたちさ、なんもないとき産地下がってるのすごすぎるだろ。あれ？いや、ちょ、もうこれ罠かも。罠かもしれん。わかんないよ、じゃあ。ちょっとじゃあ俺だけ行くわ、とりあえず。じゃあ外で。ああ、これダメだ。これダメ。これ落ち武者出るやつだ。なんで落ち武者出る。あの落ち武者の音がする。そう。ええ、なんで閉めんの？え俺に行けってこと？落ち武者の音がするから、これ多分落ち武者いるんだよな。いや、マジでやばいって。もう本当にやばいって。あ、鍵見っけた。お前なんか、はい。落ち武者落とすん？ちょっと落ち武者は、そうだ、多分罠だけど、まあ、できなくはない。無理をすればできなくはないよ。はい、だけどめっちゃ呪文聞こえるもん。はいはい、行くよ。どんどん。やっぱみんな足速くね？そんな速くある？なんで男子トイレ入るねん。知らんねん、俺まだやってないから。ああ、オッケーオッケー。イカさん余裕ありすぎでしょ。すげえ。あのね、女子トイレは入んない方がいい、絶対。花子さんいるもんね。そう、花子さんいるから、花子さん鬼になっちゃうから、入ると。だからやめといた方がいい。音楽室のピアノ。どっちが音楽室？イカさん余裕ありすぎだろ。いや、なんかもうパパといた方がいいかな。まあ、それはパパといた方が早く終わるわ。なるほどね。なんか産地下がってる。あ、ピアノか、これ。うん、ピアノ。ウェイ。これ、ショパンかな？ベートーベンか？いや、ベートーベンじゃない。モーツァルトか。オッケー。なんだっけ、これ。この曲ある？わかんねえ。うん、そう。ないな。いや、俺逆にこの曲聴くとちょっと落ちてるんだけど。今、誰だ、閉めたの？途中で。あ、でも、なんもない時にこれ流れたら怖い。何書いてんの？いやー、ないねぇ。全体的にしけてんな。そうね、しけてる。このゲーム一人でできるやつすごすぎるだろ。薬。ん？あ、薬はね、食べるとハイになる。強い。産地が回復するんだよな。あ、鍵もう一個見つけた。すごいな。鍵今二つです。鍵今二つ。ビデオカメラ。あ、ビデオカメラね。はいはい。廊下を走らないってめっちゃある。あ、そう、そこを行くと廊下走っちゃうとダメなんすね。はい。知らんか。ここ歩こう、マジで。ここは歩いてください。廊下を走らない。産地ガンガン。まっすぐ行くか。みんな走ってなくて、それなの。
早くね、やっぱ。俺が遅いのか。いや、なんか走ってるやついるけどな。いや、なんか走ってるやついるけど。あいつ走ってる。え？俺も走ってない。走ってない。走ってないってあれなんだ。普通に W 教師。多分ここは多分戻ってきたんじゃないの。これ見てって書いて見ていい。ああ、それはね、うん、はい、見てもいいよ。これは初期率戻ってきた。うん、初期率戻ってきた、これ。じゃあ、こっち行こう。さっきの分かれ道行こう。俺、これ走っとんかな？そう。え、シフト押しながらだったら絶対走ってる。シフト押してない、マジで。え、じゃあ、普通に単に速いのかも。キャラクターによって違うとこあんの？いや、分かんない。回線速度の差？分かんないな。回転速度だったらなんかあるはず。あ、これしゃがんでください、ね。はい、しゃがんでくださいね。これ火災報知器は目の前で、はい、しゃがむ。消火器取ったらこれ鳴っちゃうんでしょ。そう。鳴ったわ。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。うるせね。ごめんなさい。ごめんなさい。おい、ちょ、まあ、逆に開けんな。なっちゃったから消火器取ったわ。あ、オッケー。逆に。いや、まあ逆にその判断はあり。あ、バスケットボールある。取ったんだったら取ればいい。バスケットボールあります。これ、来るぞ。これ何回でもできる、あ、使える、あの、敵をひるませる道具ですね。これ。あー、強っ。強っ。でも俺、消火器取ったからちょっと、心に余裕生まれたわ。反撃できるってのはやっぱでかいよ。ちなみにこれを味方に当てると走れなくなります、味方は。マジでやめろ。やるか、やって、やるか。やめろ、ほんとお前。マジでこの状況で一番ゲバしてんのやばいだろ。いや、まあ確かにね。いや、心に逆に余裕あるでしょ。もう落ち武者もびっくりだよ。落ち武者もびっくり。これ行き止まり？行き止まり。オッケー、じゃあ戻ろう。そこ左行こうか、じゃあ。ここ？あ、ここか。なんかみんな遅くないやっぱ。え、なんか早くない？うん。早くないあなた。お前、あれだろ、小学校でモテるタイプの人間やろ。どうやで。キャラによってあんのかもね、なんか違いとか。小学校でモテるタイプの人間や、それ。放送室。あ、放送室入って、放送室入って。あの、放送止めれる、ここで。あ、放送止めれる、強いね。うわ、ピカってなった。鍵、はい。はい。そしてみんなで入りましょう。俺火つけるから放送止めて、あそこの台って。あ、じゃあいいや。あ、まあまあ、頼むわ。じゃあ俺が火つける。なんかね、ある。もうしていい？長押し、長押し。オッケーオッケー。あ、ちょっと手伝うわ、俺も。俺一緒にやると早くなるから。そうなんだ。うん。オッケー。オッケー。オッケー、放送止めたの強いって。ここ、鉄の扉じゃないですか。ここは絶対モンスター入ってこれないんで、はい、ここは安全です。はい。ここめっちゃ安全。放送室めっちゃ安全。もしもの時に逃げよう。そう。ケミカルライト置いといて、ここ。ここ。安全地帯ということで。どっちするの？さっきと、同じ。右クリック。オッケー。オッケー。ナイス。じゃあ、先進みますよ。チカチカ青く緑になるの怖かったんだけど、それか。そこ男子トイレやな。いや、マジで。あ、やばい。あれ、おもろいよ。おもろいけど、はい、ちょっと待って。そう、おもろいけど、これ、中から出てくる人は人間じゃないから、まあ、惑わされないようにして。じゃあ、とりあえず他の、ここの、そう、誰か出てくるんだけど、味方じゃないからね。味方じゃないから。いや、なんかそういう系、ほんと無理。え、でもしゃがめよ、そこあるからね。はい、行くよ。入るよ。行くよ。入んの？うん。あ、ここの中あるから。はい、こいつは人間じゃないんで。はい、気にしたら負け。こいつ気にしたら負け。あれ？メジャドじゃん。そう、メジャド。そう、メジャド。あ、なんかピーピー鳴ってる。あ、こいつ鳴らしたんだろう。しょうがない。誰か鳴らした。じゃあ。あいつに鳴らされたんじゃない？
はい、じゃあ放送室戻るよ、放送室。はい、放送室行くよ。絶対こいつ鳴らしただろう。放送室行くよ。てか俺遅いんだって。走って頑張って。俺のキャラ遅いんだって。お前ら早すぎる。早っ。放送室行くよ。あ、まずい。ないんだけど、まずい、本当に来てる。え、俺もう最悪消火器で戦うからさ。頑張って。バイバイ。うぇ、パーク消火器にしときゃよかった。ここ安全だから、絶対。うぇ、そうそう。あ、来てる来てる来てる。頑張って。あ、レッドブル持ってる。どうも。閉めんな。いやいや、大丈夫大丈夫。うぇ、ここで一回一息しよう。一息つこう。あ、やばいやばい。やっぱでも3人いると結構心強いね。ね。あー、さっきよりだいぶ楽。ん？何やってんの？マジで、お前ら余裕すぎるだろ。マジで、消しとこう。バイブス上げてこー。お兄さん、できるやついかー。イェーイ。そう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 。飲もうかな。私はパリティ。ここにいる？いや、わかんない。いやー、まあまあまあ、別に俺はいらないから。俺も大丈夫、今は別に。これ消火器持ってるし。まあ、関係ないかもしれないけど、消火器持ってる。俺、ドッジボールできるよ。消火器持ってる。あ、コンパスそれ。うん。あ、コンパス？マジ強いよ、それ。え、これ、誰かに託せんのかな？あ、9で落とせる。あ、どうも。あ、落ちた。じゃあ、もらうわ、それ。最後は取って。あ、出口こっち側なんや。え、とりあえずあと1個だからさ、思ったより早いから、とりあえず非常口行こう。いつものパターンで。そうね。そう、非常口行って、そっからケミカルライトを等間隔に置いて、で、最後のやつ灯して、走っていく。それで行こう。そうね。はい。はい。なんかもうクリア方法が確立されと。いや、もう、これよ。結局これないよ。そう。やっぱ、消火、なんかやっぱ、出口行くまでがね、大事だからね。そう。結局出口つかないと意味ないからな。そうそうそう。その10分間やばいし。そう。あ、やばい！落ち武者、落ち武者おるやん！落ち武者おるやんけ。一回戻るぞ。あいつあんま目良くないからって書いてあったから多分、バレてない。見えてない。なんか向こう、あ、でも、あ、でも大丈夫やな、じゃあ。とりあえずまっすぐ行こう。まあまあ、これで鉢合わせたらもうおしまいやけど。そしたら俺なんか、ドッジボールと衝撃でなんとかしよう。お前ら早いな、やっぱ。早すぎやで。しょ、けどほぼマックス。あー、やばい、来てる。ちょ、ロッカ入ります、僕。え？おい。え？なに？あー、でも大丈夫よ。そんなガタガタやるな、そもそも。あー、来てる。来てるから、はい、閉めて。はい。ロッカ入って、ロッカ入って、誰か。ロッカ入っていいよ。はい、入ります。ロッカ入ります。はい。俺入った。はい。あ、じゃ、ドッジボールしよう。やばかったら。多分大丈夫だと思うんだけど。やっぱ、さっきより怖くなくていい。いけそう。まあ、いけるっぽい。防犯ブザーだ。反対側行く？さっきと。なんか、落ち武者がいない、来た方向。あ、絆めっちゃいいね。めっちゃ見える、味方の位置。こっち、別の扉あるよ。うん。入っている？ケミカルライト？もらうか。ライト欲しいな。消火器しか持ってないの。電気つけよう。あ、なんか、あ、これか。絆めっちゃいいな。バリケード壊す。バリケード壊したら向こうと一緒に行け。ああ、そこにあんのか。ちょっと待って、じゃあ、出口の位置を把握しよう。とりあえず出口に向かおう。
非常口の位置を調べる。できる？パソコンやん。やる？いいよ、やって。どうぞ。全然どうぞ。それもどんどん任せるわ、人。ああ、目の前にロッカー4つある。マジ？強。強。強。そこにいようぜ。ちょっとケミカルライト置いとくわ、ここ1個だけ。ああ、そっちね。はいはい。あ、でもこっちね、行き止まりやわ。だから回り込まないといけないかも。陰音がする。あ、ここに医療箱持ってくから、誰か持って。あ、じゃあ持っとくわ、俺。今何も持ってないから。二つ持っとくわ。医療箱、強いから。あ、ちょっと待って、来てる。持っといた方がいい。来てる、来てる、来てる。え、ロッカー入れ、ロッカー、ロッカー入ろう、ロッカー入ろう。マジで、節約できるとき節約しないと。アイテムはなるべく。まあ、ガチで来てるやん。ガチで来てる。いやー、想像よりずっと怖いわ。でももう、もうクリアできるよ。でももう2個ともしたから。ね、あとちょっとだよね。さあ、あと1つですから。1人でもいける。イージーだったら1人でもいけると思う、全然。でも俺あの時やったのノーマルやからな。ノーマルだったよ、ね、ノーマルで一人でやったからな。すごいよな。あ、ボール。目があった。人体模型あれ。うん、人体模型。目があった場合は人体模型。青いやつは、あ、そう、人体模型これ。これ人体模型。多分でもバレないと思うよ、さすがに。うん、てか、ロッカー入ってたもんやられる時あんの？いやー、まあ、それはあの、なんか、人体模型が多分、ロッカー入るとこ見てたら、それは多分、気づかれんじゃない。マジで。やばすぎるでしょ。ロッカーも絶対安全じゃないのか。そういうこと。カメラで撮ってみたい。カメラで撮ったら止まるで、あいつ。でも、もし。でもカメラにもバッテリーがあるから、バッテリーが切れたら、もう全然止まんないけど。マジで。人体模型早くどっか行け、マジで。おやつ食べる。おやつ食べる。そうし。あー、どっか行った？あー、レイン、まだ、まだ。いや、どっか行ったな、今。行った？オッケー。あー、怖すぎ。ちょっと一回走らず、ゆっくり行ってみよう。いいかやん、足速ー。速っ。あ、信用する。マジ？マジ。でも多分どっか行ってる。あ、多分そっち行こう、そっち。そっちでしょ、多分。うん。鍵あるから、普通にこっち開けて、あー、これ消火器あるんでしゃがんでね。あ、はい。わかりました。しゃがんで奥のとこまで行こう。これしゃがむとめっちゃ遅いで。わかる。あ、おる。なんかおる。おる？え？なんだろうあれ。わかんね。なんか光ってる。向こう行った。じゃあよし。あ、オッケー。え、マジ産地減ってないんやけど、全然。うん。敵来ないと減らないよ。あとなんか、校内放送、切れたからね。ね、最初に消したのはでかい。かなり最初に消したのはかなりでかい。ちょっと待って、皆さん。俺さ、しゃがんでると、俺のキャラ一番遅いからさ、足。あ、はい。あ。しゃがんでるとね、全然追いつけない。まだ、その、うわ、なんかなった、うわ、防犯ブザー、なんか、投げられた。マジ？うわ、敵がいる。あ、一回、じゃあ、お前だけ戻って、一回。あ、ここ、ロッカー。走ってそっち行っちゃった。あ、ロッカー入っていいよ。あ、なんか、あ、なんならもういいよ。走ってこっち、ロッカー3つあるから。ええよ、ええよ。全然いい、全然いい。全然構わん。あべ。あべ、間違えた。おっさん？おっさん出てるよ。ちょっと消火器取りたい。やめた方がいいだろ。全然大丈夫。焦ったー。ロッカーって助かったな。本当にね。いや、マジで、あの、あいつ厄介だわ。あの、さっき言った、
スポンサーした敵、あの、味方、敵 NPC。あーね。あれがなんかね、ボハブザー投げたのよ。なるほどね。聞いて。そんなことするんだよ。あー、じゃあさっきおったあれか。そうだと思う。そう、ケミカルライト持ってたから、あいつ。なるほどね。緑に光ってた。あいつは本当に、あの、味方じゃないから。うざすぎるでしょ、あいつ。よし、じゃあ行くか。多分大丈夫。はい。あれだと思うんだよ、多分。うん。走っていこうな。あ、これはもう興味なし。めっちゃ目合う、おもろ。これね、開けるとね、入ってくるんだよね。そうそうそう。開けると人体模型発生するんだよな。やりすぎる。ちょ、こっち入ってみよう。はぁ、あ。いや、もうクリアじゃん、もうこれ。これもうクリアしょ。ろうそくあった？いや、ろうそくはないだよ、ここ。ないな、ないか。じゃあ、ケミカルライト行こう。ケミカルライト。置いてもあるよ。はい、ケミカルライト行きまーす。オッケーオッケーオッケー。そこ置いて。受け取ったアイテム。いいよ。オッケー。で、こっちこっち。間違えた。じゃあ。こっちこっちこっち。上行けるんじゃない？あ、行けんのか。なんで俺こんな早いんや。そう。キャラ性能みたいなのあんのかね。聖夜が迷っちゃうかもしれないから、ちゃんと置いてかないとね。うん、マジ寒いわ。てか、この置いてくの強いよね。ね、普通に強いよね。明るくなるし。そう、こっちこっち。あ、そっちの。なんか入ってるやん。カメラ？カメラや。あれ、カメラ撮らないの？いや、別にだってもうクリアだし。もう持って。あ、ちょっと待って、来てる。入って。あ、いい。あ、ごめん。え？あ、ちょっと行ける。いた。いや、ガチ怖い。入ってるのバレてさ、どうしよう。いや、ケミカルやっぱいいな。強いな。うん、強いね。ケミカルライト強い。うわ、あ、でも面白いね。面白さをようやく感じてきただよね。面白いべ、これ。うん、面白くなってきた。3人でやってるから。よし、オッケー。心臓な。出るの早いな、お前ら。すげえな。いや、もう心臓鳴ったらとりあえず出るだろ。はい、じゃあ行くよ。あ、気をつけないと、これ。ちょっと俺のキャラしゃがんでるとめっちゃ遅いからさ、うん、時間かかるかもしれない。あ、わざと押すこともできるんだ。こっちだよ、こっち。敵を引き寄せるってことか。じゃ、ケミカルライト落としてくんない？誰か。足りないわ。あー、オッケーオッケー。マジで、人体模型来たらマジでこのカメラ使うわ。気をつけて、そこあるから。うん。あ、そっちじゃないよ、そっちじゃない。まっすぐまっすぐ、ずっとまっすぐ。あそこの明かりがついてる部屋。明かりがついてる部屋っすね。人体模型怖すぎる。一番怖い人体模型が。いや、でもどっちも怖いな。てかまだ、人体模型とあれしか知らんし、お気持ちしか。うん、いや、まあ鬼はそれしかいないからな、今のところ。ああ。それと、花子さんと、あと、あれだな、最後の一本ともしたら、モナリザが襲いかかってくる。そうでしょ、ガリレオ・ガリレイ。そう、モナリザが、はい、襲いかかってきます。マジで言ってんの？はい。マジで言ってます。引退目的来たら絶対俺この写真撮るから。奴がおる。奴がおるな。なんかいいの？防犯ブザー投げてくるやつ。もうとりあえずさっさとバリケード壊して。あいつはね、やばい。あいつやばいや。あいつね、なんか今有効的にしてくれてるけど鬼化するから。で、あれになると？ある程度したったら鬼化する。
ガチで、あとこれ多分鳴らしたら多分そいつも鬼化するんだよね。いや、この距離にいると積んでるやん。そうなんですよ。え、飛ばすの？いや、もうだから、スキルあるでしょ？あ、はい。スキル、それを E 押したら使えるから、それを使って、ダッシュでもう行けばいい。これ、飛ばしたら。はい、わかった。飛ばした瞬間 E だからな。飛ばした瞬間 E。はい、じゃあ、言って、飛ばしたら。E。こっち来んな、こっち来んな。OK。はい、行くよ。はい、E押して。はい、ダッシュ、ダッシュ。ダッシュしてください。速くないんだって、俺。はいや、あいつはいや。あ、西子さんこんにちは。あ、ちょっとマジで待って待って待って、俺だけ置いてかれてる。あいつ早すぎるだろ。急げー。防犯ブザー変なとこ方向に投げとくわ、俺。多分それで、多分敵が分散するはず。これもうついたよ。オッケー、はい。早すぎない？あれ使ったけんかも。レッドブル飲んだから。ああね。レッドブルね。レッドブル。出してくるの。え、今一瞬西子さん来てなかった。え、知らん。え、知らん。いや、俺だってパソコンでやってるからわかんねえ。俺もわからん。変だって言ったんだけど、なんか変じゃん。あ、ドクドク言ってる。いや、もう急ぐしかない。待って待って待って。めっちゃ遅れてる俺。後ろ来てない？ちょっと後ろ見てもって誰だ？ボナッタ来た。え？いや、もうボールで撃退するわ、俺。ボールで撃退する。あ、モナリザ来てる。モナリザ。あ、ごめん。人体模型しかなかった。これでいける、これでいけるはず。触れれば OK。触れればゴールだから。OK。お前も、そう、そう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 。それで、それで撃退しながら、そう、そう、非常口にこすりつく。あ、やられた。え？え？え？マジ？最後の最後に。やば。嘘やん。あ、いや、俺らがゴールしたから多分もう、それでおしまいなの。オッケーオッケー。なんか俺めっちゃ最後、ザーってなった。11分でした。俺の足遅すぎるだろ。本当だよ。お前、鈍足すぎ。キャラ変えよう。変えたら変わるのか知らんけど。いや、わかんない。何がいけないんだろう。まあ多分これの続きは、多分これ難易度をノーマルにしてやることになるので。はい。まあその時はまあ、はい。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、別に裏でやったとかやんないからな、俺は。いや別にでも裏でやったらこの忍者っていうスキルもらえるからね。ああ、確かに。まあそれはおったれらに任せる。頑張ってもらいました。わかりました。はい。じゃあこれでおしまいということで。はい。あざした。あざした。あざした。